東京バナナは日本の菓子のシリーズ。株式会社グレープストーンが販売する東京の土産菓子である。年間売り上げは約40億円。東京バナナ、東京バナナ等の表記は誤りである。東京バナナ、み、いつけた、が1991年に発売され、その後バリエーションを増やし、それらは東京バナナとして総称されている。 老若男女誰にでも喜ばれる味ということで、バナナが採用された。スポンジ生地は、一旦焼いてから蒸すことでソフトな食感を出し、クリームにはバナナを裏ごしにした、バナナピューレを使い、自然なバナナの風味を生かしている。実際の製造は、埼玉県所沢市の菓子製造機械、メーカー、マスダックの子会社、株式会社マスダック、東京バナナファクトリーによる、 OEM 生産である。2007年、2008年の日経 BP コンサルティングの調べでは、東京バナナ、み、いつけた、が、東京駅での売り上げ第1位であり、東京土産のブランドイメージとしても、購入したことがある、東京土産と言って思い浮かぶ、商品をよく目にするの3項目で、東京バナナが1位となり、美味しそうの項も2位となっている。 東京バナナ以前にも東京の土産菓子は多数あったが商品名に東京を取り入れたのは東京バナナが初である。テレビ CM などは売っていないが東京土産に東京バナナというリズミカルな呼びかけと黄色い看板が印象となって次第に人気を高めていった。またリンゴやみかんと異なりバナナは日本国内に産地がなく 日本人にとっては輸入果実として都会的な香りがするとともに親しみのあるフルーツであること、商品名に少女の名前を換気させるような名の漢字を当てたことも消費者に支持されるネーミングとなった。商品パッケージサイズを A4 サイズにしたことでサラリーマンが持つアタッシュケースに収まり、これが東京へ出張してきたサラリーマンが土産袋を持ち歩きたくないという心理にも、 合致することになった。新型コロナウイルス感染症の流行による出張の激減に伴う需要源に対応して2020年4月8日から首都圏以外では初めて大阪市で販売を始める予定である。ありがとうございます。